ラウエナウは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、シャウムブルク軍のフレッケンで、ザムトゲマインでローデンベルクに属す。この町は、ハノーファーの南西、ダイスター山地沿いのダイスターイコールジュンテル共和国に位置する。これは、ベーザー山地が、北ドイツ地に張り出した、都市粒にあたる。ベーザー川とミッテルラント運河が、それぞれ1 5トルほど離れた場所を流れている。 連邦道 B442 号線とアウトバーン A2 号線により、ハーメルンやハノーファーへの交通の便は良い。ローデンベルガー・アウエ川とミューレンバッハ川が町内を流れている。ラウエナウは、南は、ヒュルゼーで、メッセンカンプ、南西は、ポーレ、北西は、アーペレルの境を接する。さらに北はローデンベルク及び北東は、大スター山地越しに、 バルジングハウゼンと境を接している。このフレッケンは首ユであるラウエナウと1974年の市町村再編により合併したフレッケンドルーフからなる。古い文書ではこの集落はシュベーデスドルーフとラウエナウの二つの名前で記録されている。両者のうちラウエナウという名はベルフェン家のハインリッシュが1190年頃に築いた城塞が後に この川淵の土地の裁判所として用いられたことに由来している。シュベーデスドルフはもっと古く1059年に初めて文献にその名が記されている。これは低地ドイツ語のシュワドまたはシュエドに由来し、もともとは長い線という意味である。すなわちシュベーデスドルフは国境の村であった。このフレッケンは元来シャウムブルク伯領に属した。 三十年戦争でこの家の当主が毒殺されて家計が絶えた後、この白領は1640年に分割された。ラウエナウはブラウンシュバイクリューネブルク公領となった。1682年12月のラウエナウの大化によってこの村はほぼ完全に消失した。また、七年戦争ではフランス軍に占領された。ハノーファー王国は百六十六年の ドイツ戦争に敗れ、ラウェナウはプロイセンのハノーファー州の一部となった。1884年にラウェナウは新たに創設されたシュプリンゲン軍に属すこととなった。1897年12月27日に17人のラウェナウ指導者によって消防団が組織された。1974年の地域行政改革によって、 ザムトゲマインでラウエナウが創設された2年後、このザムトゲマインでは新たに設けられたザムトゲマインでローデンベルクに編入された。近代以後、ラウエナウはニーガーザクセンにおける椅子や家具製造の中心地となっている。ここでは特にカサラ学習家具が特筆に値する。周囲の保養、居住に適した環境や、 アウトバーン A2 号線を介して、ハノーファーのすぐ近くに位置することから、ラウェナウは現在では、ハノーファー地域の拡大都市圏に属している。1190年頃、ハインリヒシコは、シャウムブルク博に対する国境防衛のために水堀を持つ城塞として、ラウェナウ城を築いた。ヒルデスハイム修道院領のフェーデの際、1519年に、この城塞は、シャウムブルクの軍司令官、 ルドルフ・フォン・ミュンヒハウゼンによって破壊された。その後、1565年から1572年に、ベーザールネサンス様式の上官として再建された。現在は、指定となっている。1499年にはすでに、マイゼンブルク上官は、カストラムとして記録されている。ホルシュタイ・シャウムブルク博アントニウスは、ブルフェルト・フォン・ツェルセンにこの上官を、霊園として与えた。 この後、何度も増改築がなされた。1810年に断絶したマイゼンブーク家の爵位であるマイゼンブーク男爵を1825年に与えられていたカールリバリアーフォンマイゼンブークは、1828年8月26日に、ヘッセン選帝公、ビルヘルム2世からこの書領を霊園として与えられた。彼は1831年に、 ヘッセン選定校の最小圏外務大臣となるなど、ヘッセン選定校、ビルヘルム二世から異例の抜擢を受けた。リバリアーフォン・マイゼンブークの娘が有名な女流作家、マルビーダ・フォン・マイゼンブークである。1583年からラウエナウ上官を大官所としていた、オットーフォン・ハーメルンのヨハン・フンデルトス戦が建築責任者となった。1600年に城は完成し、 文章の石氷には、オットー・フォン・マニッチ・ハソン、アン・ノ・ドミニ1600と刻まれている。数年後には六角形の塔も作られた。1892年には張り出し窓やハフが飾られ、ミュンヒハウゼン家の家門には、マイン、ボーグイズ・ゴッドという名が見られる。近世には、シュベーデスドルーフ上官は、ボルフェンビュッテル近郊のグートバールベルクから、ラウエナウに移り住んだアンネ・マリー及びアーデルベルト、 フーベルトゥス、ミュンヒハウゼン夫妻の隠居所となった。夫の死後は、アンネ・マリーが一人で住んでいた。ラウェ・ナウは、1536年に、シャウムブルク・ハックによって、マルクト・トフレッケンに昇格した。すなわち、年に3回の市場開催権、ビール醸造権、下級裁判権が与えられたのである。昔使われていたシャウムブルクの印象は、イラクサの歯に、ローナの文字と、 1572の数字が記されていた。これにより、フレッケン・ラウエナウは、実質上、都市と同列の扱いを受けていたことになる。ラウエナウの議会は、15議席からなる。1974年以降の町長を一家に列記する。1649年10月9日、ブラウンシュバイクリューネブリク港、ゲオルクビルヘルムは、フレッケン・ラウエナウに、川の上に、 黄色の表のデザインの紋章を作成し、使用し、発行させる権利を授けた。ズ柄ガラ、現在のラウエナウの紋章は赤字で2本の銀の皮の上に右を向いて立ち上がった金の詩である。2010年末にラウエナウは文化プロジェクトを奨励することを目的としたヨーゼフハウケ基金を設立した。基金額は1万ユーロである。この長営の基金は 法的に規定されたものではなく、フレッケン・ラウエナウ行政上の活動である。規約によれば目的は、ラウエナウ町内の施設と文化方面での総意の助成である。そのために、プロジェクトによって助成金、助成契約、投資助成金が用意されている。精密な助成基準は、基金委員会によって示されている。 基金の名前になっているヨーゼフ・ハウケは亡くなるまで何十年もの間ラウエナウに住んでラウエナウ及びその周辺地域に多くの彫刻を制作したこの基金は文化省令のほかにハウケの遺産である芸術作品を管理しその展示を組織してもいるこのために適したスペースを産業パーク内に保持しているここでは何年も前から定期的に シャウムブルク芸術家たちの展示会が行われている。ハイスターブルクのドルエアとフォルクスパークのジュンテルブーヒエ、ラウエナウは古墨の木の子立ちがある小さな公園を有している。ここにはこの地方で最大で最古のジュンテルブーヒエがある。ラウエナウ最大のスポーツクラブ SV、ビクトリアラウエナウはアウエ川沿いにあるビクトリアスポーツパークを利用している。ここにはサッカー場一面、 テニスコート3面、陸上グラウンド1面がある。2004年に完成したビクトリアアリーナと550平方メートルのビクトリア道場もこのクラブの活動に使われている。約1500人の会員を要するビクトリアは、シャウムブルク地方で最大のスポーツクラブである。この他に、ラウエナウ陸上クラブもある。このクラブは百七十七年に創設され、 300人以上の会員を要している。DLRG ラウエナウは1966年から活動している。DLRG は夏はラウエナウの高専で、冬はバートネンドルフの屋内プールでトレーニングを行っている。ラウエナウで最も新しいクラブの一つに2006年に設立されたブールクラブラウエナウがある。BCL には屋外ブールコートが4面と、 産業パークの祭事上、ゼーゲベルクが拡張されて、以後は、シャウムブルクで、最初で、唯一の屋内ブーレコートが3面あり、利用できる。2004年から、産業パークに、新しい、アイスハレ、ラウエナウがオープンし、毎年11月から2月まで営業している。ここには、毎年3万人以上の入場者がある。特徴は、広い屋根付きのリンクで、こうした施設は近隣にはない。 様々な行事が行われる祝祭ホール、ゼーゲベルク小さなフェルゼンケラー醸造所のルップブロイビールは全国的に知られており、高い評価を得ている。このビール醸造所は、ニーダーザック選手で2番目に、小さなビール醸造所であるが、付属のレストランを備えている。ラウエナウは、連邦道 B442 号線のバイパスが北・西、南に通じている。 この B442 号線経由でアウトバーン A2 号線や連邦道 B65 号線にアクセスできる。これにより州都ハノーファーへは車で30分ほどで到着することができる。最寄りのバーンレンドルフ及びハステの駅にはハノーファー S ーバーンの S1 号線や S2 号線が発着する。さらにハステからはレギオナルエクスプレスのブラウンシュバイクハノーファー。 民電線を経由して、ビーレフェルトやオスナブディック、ライネへ接続している。産業パーク、第二棟の中にはラウエナウの伝統的な企業であるカサラが2001に破産したことで、ラウエナウの中心に工業遺産ができようとしていた。これを避けるためにラウエナウ当局は同年中にその工場の土地すべてを自ら買い上げた。それ以後多くの建物が近代化され、 かつての工場跡地は活気を取り戻した。ラウエナウの産業パークは労働、スポーツ、文化、余暇の中心に発展した。広さ3.5ヘクタールに建築群が立ち並んでいる。流通パークは、もともとは連邦道 B442 沿いの遠距離トラック用駐車場を備えた中小企業向けの産業地区から作られた。隣接する自治体のアーペレルンともに、 ラウエナウ流通パークプロジェクトを発足させた。これは誘致する企業を流通部門に特化するものであった。やがてアウトバーン a 2号線に隣接する点を背景に流通パークにはフランスのゲフコ、トラックセンター、ラウエナウやカーゴトランスロジスティックといった企業の流通センターが置かれるようになった。2009年2月初めにエデカはラウエナウ流通パークに 新しい地域倉庫を建設するために1億ユーロを投資すると報道発表した。この施設は2011年の初めに稼働開始予定である。ツームミネラルバート通りを南に向かうとスポーツパーク、屋外プール、2010年に新築された消防署がある。この町にはアルベルトシュバイツァー基礎家庭学校の他に学校はない。第4学年を終了した後は 隣のローテンベルクの本家庭、実家学校やバート・ネンドルフ・ギムナジウムで学ぶことになる。1974年までは実家学校、アルベルト・シュバイツ・アーシューレが、その後何年かは本家庭学校があった。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。